まあインバウンド需要っていうか、あのなんだっけな、あのアジア周辺諸国の、観光客がまた復活すれば、かなりのその経済的な効果がね高いのかなと思います。まあ、本当に日本の文化はね素晴らしいと思いますし、まあ、税金が非常に高いのはねあのかなりも、ちょっともう一回仕切り直ししますね。とりあえず今あの街頭で少しやって、で今から家に帰ります。でその後あの多分雨降らないと思いますから、まあ、近所でもう1回2回ガイドレンズやろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、移動します。お疲れ様でした。お願いです。ステイチューン、see you there。 いやな、よろ、バイ。はい、お疲れ様です。今日はね、まあ、5時まで用事があって、まあ、選挙資金を稼がないといけないので、頑張ってきましたが、まあ、学校の仕事が決まったのでね、来年の選挙までは仕事あると思うので、Wi-Fi を引いて FX をねやろうかなと思います。まあ、ということで今から少し街頭演説をねやろうと思います。西岩は久しぶりですよ。まあ、頑張って喋って、なので今日は朝とさっきとここをやったので、まあ3つをね2つに分けて、動画撮ろうかなと思ってますので、よろしくお願いします。あ、 YouTube ね。じゃあ始めます。レッツドゥディス。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一講演会です。まあ来年の4月にまた地方選があると思います。前回の選挙も一人ぼっちで、ね、挑戦して落選をして、来年の地方選も、まあ、一人ぼっちでどこまでできるか分かりませんが、まあ、挑戦を、ね、してみようかなと思います。まあ、前坂中学校をクビになってから、ずっと無職だったんですが、まあ、先週ぐらいから来年の選挙に向けて、お金をね稼がないといけないということで、労働をちょっと始めています。まあ、労働した後はねなかなか体が偉いんですが出ていますし、まあ、日本国内の問題も本当に深刻なね、大きな問題が山積みしてるなと感じがしています。でちなみに35歳から55歳の世帯年収ですかね、20年前に比べると100万円以上下がっているということで、まあ、増税学校が、ね、最後になってしまいましたが、まあ、常勤講師を切られて、その後に政治団体を作って、無所属で活動をしています。まあ、無所属で一人ぼっちで選挙に実際に出てみて本当に、ね、難しいなと、実感を、ね、しました。まあ、ただ今ソーシャルメディアもありますので、まあ、自分のその情報発信能力も弱いというのもね大きな問題なんですが、まあ、来年の地方選に向けて、政治活動だけではなくて、まあ、ソーシャルメディアの方も、まあ、頑張って続けていこうかなと思います。で、まあ、政治家の仕事としては、まあ、減税と規制ので、まあ、杉本修一講演会としては子育て支援とかもっと力を入れた方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、さっき保護者の方と話を少し、していましたが、まあ、0歳から5歳ぐらいまでのそのサポートは浜松もねかなりしっかりしているみたいなんですね。地方都市を目指していきたいかなと思います。まあ、来年の4月ぐらいに地方選が、ね、あると思いますので、まあ、無所属ではありますが、落選中ではありますが、またベストを尽くして挑戦をしていこうかなと。要は子どもの未来に投資ができるような地方政治を目指して頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい、ということでお疲れ様の朝一の街頭演説もやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いです。Thank you for watching。スマッシュ、ライクボタン、アンドサブスクライブ。ステイチューン、シーユートゥモロー。やろ、よろ。バイ、じゃあね。